フォワードくんです。フルマラソン2時間15分の道いや寒いからちょっと全然テンション上がってない。今日は、いつも一緒に練習してる RS ラボのアリムと一緒に実際出るんですけど、今日まずサクッと 400m を10本ぐらいやりますと。でその後あの前出てもらったタケちゃん副長段階なんで400一緒にやって、で10本ぐらいやって、そこからプラスアルファ1人で10本やって、今日は430本やると思います。30本。やっぱ2時間15分目指すランナーの気概は違いますね。腹をくくってカップ麺を立って僕のつらはい、じゃあ行きますか。寒いからね。寒いから行きましょう。はい、じゃあお願いします。時計なしですか？だからはい、全部ですか？交代で行くか。じゃあ72とか読んでもいいですか？まだ付き合うと。あ、いいよ、全然日本スコータイぐらいで時計ないって練習に前代未聞っすよ、マジで頭おかしいな。はい、ごめん、行きます。はい、よーっ。こんにちは。そんなんですか？なんかそんな Vlog 出た。 Vlog 風に撮るなよアリムチャンネルじゃないんやから、これリバラン乗っ取っちゃいます。これ小和田くんのチャンネルやから。じゃあ自己紹介お願いします。はい、どうも、RS ラボスタッフのアリムです。もう何回も動画には出てると思うんですけど、今日も一緒に走らせていただいております。はい、今年の抱負をお願いします。今年は引き続きトラックで、成績残したいなと思ってるんで、具体的には、1500m3 分58秒で 5000m14 分50秒と、去年できなかったあの自己ベストの更新を目指してトラックでスピードを磨いていきたいと思ってます。そうやね。だからとりあえずでも別大に出て、はい、その後は5000とか出るの？そうですね、あのそうですね3月はちょっとまあ5000出て、まあ3、4、5ぐらいまでは5000ちょっと記録狙って、でまあちょっと熱くなってきたところであの1500のスピードガンガン上げていければいいかなって考えてます。じゃあなんか別台とか終わったら、はい、あの5000、14分台の道みたいな感じで、はい、14分台狙う練習とかを上げていきたいなと思ってます。この挑戦を過程にしていただけると思うので頑張っちゃいます。はい、そう、僕も結局ね去年14分台出せなかったから。何本でした？15分5ぐらい6です、あれ何でアリムのがちょっと怖っ。そうだから一緒にね練習していきたいなと思ってます。はい、今はまあ市民ランナーか。市民ランナーです。月何本ぐらい走ったの？300ぐらいですね、去年は。で今月は多分400乗るかなと思うんですけど。あ、別台の前やから。はいはい、ちょっと冬季練習兼ねてる感じで別台やってるんで。すごいな。まあもともと東海 AC、 東海の東海大の上陸上部ヘミタン、ヘミタン先輩の後輩です。いや、タンだからヘミタンヘミタン先輩後輩でね、うん、第二のヘミさんと言われてないけど、言われてないけど、勝手に自分で思ってます。うん、まあとりあえずね、今年は本当にラボが結構みんなね走るから、うん、みんなやばいっすね。まちまち気合入ようってます、去年と違って。まあ誰がちょっと頭一つ抜けるか。やばいっすね。うん、他に負けてらんないね。ほんまに一緒に頑張ろうよ。頑張りましょう。小和田、アリムラ、ここは結構コンビの方が多いからね。あ、いや、いややけど。本当は嬉しいっす。本当はまあ嬉しい。あと高野さんと。あ、そうね、高野さんもそれんと。なんかね、いろんな人とやっぱ練習していって、今日はほんまに30本やけど、絶対一人じゃ無理やからね。あのタイム呼んでくれたのめちゃくちゃ助かった。いいほんまに助かった。僕もそのボートで今10本やってるんですけど、本当に小原さんいなかったら多分4本ぐらいやめたと思うんで正直今日最初の4本が一番きつかった。だって練習中になんかあれアリム8本でやめるんだよねとかなんか言ってて、なんか悪魔の声支えてくるんですよ。マジで悪いっす。これは絶対やめると思ったもん。ほんまにアリム絶対やめねえって思いましたもん。すぐ練習目に変えるからね。いやいや、まあ、絶対やめねえって思ってたんで強っ。まあそんな感じで今年1年よろしくお願いします。はい、します頑張りましょう。頑張りましょう。よっしゃ、OK。じゃあ、たけちゃんの自己紹介をお願いします。はい、静岡県出身で、まあ今、帝京平成大学っていう大学で、今、大学3年生で、次、大学4年生になります。はい、2022年が、まあ、ラストイヤーで。そうですね。頑張ると。はい。ずっと陸上やってきてたの？いや、中学までは、うん、バスケットやってて、ぽい高校進学に、で、陸上を始めたって感じで。あ、高校から陸上を始めて、はい、で、ベスト15分今、8ですね。まあ、でも、ちゃんとね、
月間1000キロぐらい走って、まあ、カノさんと同じ練習というかカノさんの付き人みたいな感じはいお前カノさんイズムを感じる走りするからね。うん、なんで箱根を目指そうと思ったきっかけとかは、まあきっかけとしては、まあまあ、今までお世話になってきた方にやっぱ、まあ、箱根ってどこでも中継放送されてるじゃないですか、うん、で、まあ、そういうかかってきた方に元気な姿っていうか、うん、まあ、出場して、まあ、自分はこう頑張ってますっていうのをちょっと見てもらえればなって思って、うん、そんなずっと真剣やった陸上は高校とか。そうですね、やっぱまあ高校も入学当初まず陸上部がなくて、はい、で、まあ、自分たちがその、まあ、母校の1期生って形で陸上部の、あ、そうなん、立ち上げみたいな、はい、で、うん、まあ、本当最初10人で、あ、はい、で、まあ、そこから、まあまあ、どん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 学年が上がっていくにつれて、まあ、増えてったんですけど、うん、今帝京平成は潰れかけてるそうですね、すごいな、どっちも潰れかけてて帝京平成大学とりあえず今、まあ、部員はいるんですけど、うん、まあ、自分たちとこの1個下の台が抜けちゃうと、うん、もうほんとほぼいない、ほぼいないんで、まあちょっと、まあファミマとかでも宣伝されてるんですけどファミマでしか聞かんけど、そうですよね、帝京平成大学のここがすごい、はい、あれ結構バカにされるんですよ確かにしちゃうかもしれない、おもろいな、はい、じゃあ、まあ、でもここがすごい陸上は入ってないっていう。そうなんですよね、箱根出た人はおる、いや、まだいなくて。そうなんです、ワンチャン初出場かもしれない。初出場、そうですね、自分が来今年そう予選突破して来年出れれば初出場って形、うん、そうだね、今ちょっと肉離れしてたもんね、怪我してたから、はい、だいぶ走れてなくて、うん、今日やっとじゃあポイントでちょっと復帰って感じで、はい、うん、じゃあ頑張りましょうや、一緒に、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、よし、今だいたい70から72の間で来れてる、めっちゃいい感じやん、はい、めっちゃいいっす、やばいですよね。あと3本です。ちゃんと30分やりますよ、皆さん。頑張りますよ。まあでも今72、71ぐらいで来てるんで。必死よ。必死にタイムを追いかけてるよ。じゃあ頑張ってください。はい。71。マジ病です、やばい、ちょっと足つりそうになった、その服かっこいいっすね、なんでデサーウェア、デサーウェア、本当にいい練習では助かります、ありがとうございます、この後ダウンで家まで帰るんですよね7キロぐらい7キロぐらい、なんならこの後仕事やしすごい、そのきついって言葉あれですもんね、求めてるらしいですもんね、はい、なんか頑張ってるんですよ、コンビニでも試合が一発目 1000m ガチで走るみたいなやったんやけど、2分57でそこで多分離れた視聴者さんもいると思うこいつ無理やみたいな、ちゃんと練習頑張ってますから、チャンネル登録お願いします
すごい練習のそれもラスト1本前に最後頑張るんでラスト1本頑張ったらチャンネル登録お願いします。うざ気合いだ、うざ、マジでいや30分やりきると思わなかったです。疲れた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。風マジでやばかったです。風やばい。防災訓練並みの暴風が吹いて。頑張るか。頑張りましょう。あとか。いないように。じゃ武さんもありがとう撮影。はい、はい。次回の動画もお楽しみに。ではまた。帰ります。頑張ってください。